こんにちは、妖怪です。ここノストロモ号の残骸やっていきます。よろしくお願いします。まあ、今回のパー構成は、まあ、上がまやかし、右が人体の超越、下が闇の慢心で、左がファイヤーアップです。まあ、こちらがですね、今回、まあ、前回のはスピードがめちゃくちゃ速くなる犬っころダークロードをやってたんですけど、今回は窓の乗り越え速度がめちゃくちゃ速くなる犬っころを使っていきます。まあ、まずは、まあ、このマップは固有がだるいんですよね。結構この煙とか、この煙を潰しながら探して、あ、ちょっと待って、僕迫害じゃなかったわ。癖で殴ってしまった。まあ、とりあえず殴りいきましょう。めっちゃ回ってるけど、多分匂しかな。ここは壊したんで、そう、壊してるとこういうことができる。で、今回ね、まあ、パーク説明するんですけど、上がまやかし、こちらがですね、窓乗り越え速度が 15% アップして、お、やれる、ナイス。で、乗り越えた窓が16秒塞がるっていうパークなんですよね。まあ1箇所だけなんですけど。で、右が人体の超越で、こちらが 8m 以内でサバが乗り越えを行うと、このパークが発動できるようになるんですよね。次に窓乗り越えるとき、乗り越え速度が 40% アップするっていうパークですね。まあ、来るタイプは30秒。で、これは見てください、これ。めっちゃ速くないですか。まあ、これはまあ、人体は直接乗ってないですけど、まあ、ちょっと後で、秒数みたいなの出してみますね。で、これ闇の慢心の効果なんですけど、痛手食らうと 25% ね、痛のひるみ時間が伸びるんですけど、メリットが通常乗り越え速度で 25% アップするっていうパークですね。で、左がファイヤーアップ。こちらが発電機の修理が1台完了するたびに、4% のサバイバー拾ったり落としたり、で、乗り越え速度上がったり、発電機破壊とか、いった破壊の速度がアップって感じですね。まあ、こちらが最大 20% アップするんで。で、マックスが 100% アップですね。これ2倍の乗り越え速度です。なんで、誰かが乗り越えてくれたら効果が発揮できるっていう驚き構成ですね。これ結構面白いんですけど、まあ大体がまやかしと人体の超越があればほとんど殴れるんですけど、まあどうせなら全ブーストさせてやろうと思って、まあ、今回もね、犬が大好きな犬だけでやりたい人のための構成になってます。まあ、正直本当にまやかしと人体の超越だけで十分です。で、ちょっとアドオンを説明したかったんですけど、アドオンがですね、上の茶色アドオンから説明するんですけど、こちらがケルベロスの爪、香りのオーブンの視認距離が 100% アップですね。2倍の距離見えるよっていう。これが結構、茶色アドオンだったらかなり強いんで、おすすめです。であとは、クレイジーエコー、香りのオーブの出現率が 17% 上昇するっていう、まあ、緑のやつなんですけど、これで、まあ、作敵はこれで頑張っていくみたいな感じですね。蹴って、あ、中入ってるわ。一瞬つったけど、帰ってるわ。じゃあ帰りますか。また回してるのかな？タイミングよく中入ってるのかな？狙っていきましょう。で、ついたんで、今、プラス 8% ファイアアップで上がってる感じですね。まあ、合計 100% なんで、狙っていきましょう。チナか？チナかな？ナイス。まあ、ちょっとまだちょっとできてないんですけど、どっかで使って驚かせたいところ。今のところちょっとノーパークなんで、デビリットしかちょっと発動してないんで。お、ついた。3個だから、合計、92% か。92% 乗り越え速度アップですね。さすが、まあ、イベントは、まあ、発電機速度遅いんで、まあ、この構成でちょっと遊べるって感じですね。通常だと、多分、まあ、ほぼほぼ勝てないと思うんで。おお、なるほど。右止めだ。届け。
ナイス結構犬強いんですよね。こういうのが届いてしまう。結構悪くない犬は、まあ、ちょっと旋回されたりしたらあれなんですけど。ちょっとどっかで使いたいですけどね。このマップね、窓枠がちょっと少ないんで。追いかけろ追いかけろ。 92%、 あ違う、これ 92% じゃない、ちょ 40% 引いて 52% か。出てた、スプバ、スプバだな。まあまあここはこれ意外とね、こう脳死でいくのが、何も考えていくのが、これ、ね、このスモークマジで強いですよねマジで見失う。ただなんか能力持ってるかな、時かな、なんかその僕も納品して能力を手に入れるとなんかあれ効かなくなるのかな、多分なんですけど、バグなのかこの入れと能力なのかちょっと分かんないですけど、というのがあったんで。ほとんど今のところ使えてないんでどっかで使いたいんですけどね。でジェネレーターもかなり回ってるんで、みんな納品しまくるんじゃないですかね、ポイント欲しいはずなんで。これちょっとバレてないかも、バレてない、バレてない、多分バレてない。ハロー、イベントの時はキラーが探知不可になってるんで、こうやって殴れるというね。犬って結構ちっちゃいから、いけ犬でそこ回してから、大丈夫、みんな納品してくれてるから遅延がかかってる。しなやかじゃない、しなやかじゃないか。OK、ナイス。まあ、釣って。何こやつ、あい、なんてことだ。やるな。ティッシュを持っていただと。ティッシュ使いに来てるか。お、これは、これは、そうですね、乗り越えて、早すぎ乗り越え速度早すぎ。オッケー、ナイス。なんかいた、任せろ。あまりにも速い乗り越え速度、 92% ですね今のは。お、いいですか、あそこちょっと窓枠あるけど、思ったより乗り越えが速くて間に合わないとまあこれは 52% ですね、 52% 乗り越え速度です。んー、オッケー、これちょっと最大まで溜めたいんですけど、まあイベントのやつも結構、あ、そう、窓多いからこの構成結構ありです。で多分あの釣りペース遅いんで、まあ、余裕あるサバイバーみんな納品してくれるんで、逆にそれが刺さる的な。 DVD ってちょっと甘えてくると通電しないっていうのが、通電しないというか脱出できないというかパターンが結構あって、まあ、これに気づくのが大体1000時間超えてぐらいかな、1000時間ぐらい超えてからちょっと甘えたプレイすると負けるなっていう雰囲気わかります。まあそれをやると通電しないことが多々あるんで、このシェリーでさっきはよくもやってくれたら、くれ乗り越え速度、さすがに無理かな、これ無理か、まあまあしょうがない、邪魔なんで壊して、触ってるかな、一人納品で契約してるけどどこだろう、結構端っこまで行っちゃったかな。一応見て、止まってない、守れ、どこだ、
まあ、こんな感じでちょっと白く見えるんですよね。これ能力なのかバグなのか、能力な感じするんですけど、すごく効かなくなるの。持ってるとこうなるのかな、ちょっと分かんないですね。仕様なのかバグなのか。オッケー。あ、闇の回しが結構ね、これマイナス要素がちょっと痛い。まあさすがにちょっと怪しいんで、ちょっとコウモリで。あ、ちょっと待って、間違えてバッパになっちゃった。ダメだったわ。ちょっとほとんどこの能力僕使ってないから。おお、ナイス。このシェリルちょっとあれだな、なかなか小賢しい。え、ちょっと待って、こいつ小賢しい、このシール。あ、けどラッキー。オッケー、ナイス。なんか一人いるな。匂いますね、これは。匂います、匂います。どこだどこだどこだ。さあ乗り越えたまえ、ナイスマックス。これが 100% の力。向かい向かい向かい、乗り越えて、向かい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 、乗り越えて、乗り越えて 60% の力。乗り越えてからちょっと僕乗り越えて殴りたいんですけど、頼む、乗り越えてくれ。無理か無理か、やりたかったっすけど。まあこんな感じですね。まあめちゃくちゃ乗り越え速度が速くて結構面白かったんで、ぜひ、まあイベント期間中じゃないとさすがに無理かもしれない、この構成は。イベントだから、まあジェネの速度が遅いんでできるって感じですね。はい、乗り越え速度ほぼ倍です。 100% アップなんで2倍ですね。まあ、このシェリル・メイソンが結構ちょっとあれですね、もう難しかった。まあ、こんな感じですね。結構、まあ、乗り越え速度が速いだけの、まあ、犬っころなんですけど、まあ、犬が好きな人はぜひ使ってみてください。ということで皆さん、ぜひ高評価&チャンネル登録。僕もしゃべりますよ。Thank you.